マノスクは、フランス、プロバンス・アルプ・コート・ダ・ジュール地域圏、アルプ・ド・イコール・オート・イコール・プロバンス圏の都市。酸素境界圏南西に位置する、マノスクは、北を、モンドール山地、西を丘陵に囲まれた、デュランス川の氾濫現上にある。主要な交通網が近くを通る、オートルート A51、県道4096、グルノーブルを経由するリヨン、マルセイユ路線鉄道である。 フォルカルキエーは約 20km、シストロンとディーニュレバントは 55km ほどである。地中海性気候であるが、内陸性の特徴を持つ。冬に霜が頻繁に降り、低プロバンス地方より寒い。夏、特に7月は高温と乾燥が激しい。年間平均気温は摂氏12.6度である。年間平均降雨量は786ミリ。 年間平均日照時間は2800時間である。ソーヌリーモンローマ帝国時代、マノスクは地域の市場長であった。マノスクについて記述された最古のものは986年に発生したサラ先人ンンの襲撃である。町は完全に破壊され、住民たちは周辺の5つの村へ避難していた。村の中で最も重要なのはモンドール山地の城。 丘の上のトゥトオールであった。マノスクから遠く離れていたモンテギュ村は16世紀まで人が暮らしていた。マノスク旧市街にある大理石製の板にはオスコでマノスコの名で町が再建されたことが刻まれている。荘園の権利はマルセイユのサンベクトル修道院、ホルカルキエ白爵サンジャン病院の3社が1790年まで共有していた。マノスクは プロバンス博の大管区であった。中世のマノスクは4つの区に分かれていた。12世紀には西洋ハネ史次が軍区を置いた。13世紀のマノスクは商業が盛んで人口は1万人近くあった。14世紀の百年戦争の不安、戦場を離れた傭兵たちの群れが社会を脅かし、町は防衛設備を強化させた。1509年、 地震がマノスクを襲った。宗教改革はマノスクである程度の成功を収め、一部がユグノーとなった。ユグノー戦争にもかかわらず、新教徒たちはナンの直令によって17世紀には自分たちの教会の周りで暮らしていた。しかし1688年のナンの直令廃止がこのコミュニティに追い打ちをかけ、一部はカトリックに。 回収させられ、一部は町を去っていった。18世紀、マノスクでは、市が開催されていた。この時代のマノスク旧市街は現在と同じ規模となり、東へ拡大していった。マノスクは、プロバンス全体を大きく損なった、伝染病流行に影響を受けた。フランス革命中の1791年後半、政治的クラブが結成された。 マルセイユのクラブとの交争にマノスクのクラブは、破れ、反動化した。騎士団の城は国有化を宣言され、競売にかけられた後取り壊された。現在そこは広い広場となっている。1851年12月2日クーデターにおいて、市長、ジョゼフ・ビュイッソンは、プロバンスにおける抵抗運動の柱となり、ディーヌに、共和国臨時政府を設置した。 20世紀初頭の大規模集落は、旧市街とその近郊に限定され、マノスクの人口は1950年代から1970年代までの間に4倍となった。デュランス側の中石平野は、肥沃な農業地帯で、穀物、果樹が栽培される。オリーブ畑、ブドウ畑が広がる。マノスクでは、重工業が行われていない。化粧品製造業、 食品製造業、石油と天然ガスの地下貯蔵が産業として挙げられる。1969年以来、デュランス川の水を利用した水力発電所が市内に置かれている。テンプレート、アトラスイーストリックデラプロバンス、P181。ありがとうございます。